こんにちは。アリン固形 YouTuber のアリ博士です。このチャンネルでは、アリの観察や飼育に役立つ情報を美しい映像とともに配信していきますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。この動画では、アリ博士流の究極蜜餌、ミルクシュガーの本当は教えたくない最もシンプルな作り方について教えます。今回作るミルクシュガーは、黒オアリやムネアカオアリ、ミカドオアリなどの大型種に特におすすめです。材料さえあれば簡単に作れて、しかも添加物フリーの安全の餌になりますので、ぜひ、最後まで見て作り方をマスターしていただけたら嬉しいです。まず、用意するものはこちらです。ウーミュー、スダキトウ、そしてトレハロースです。ウーミューはどこのメーカーのものでも構いませんが、今回は、添加物のたくさん入った加工乳や粉ミルクではなく、生乳 100% の牛乳を使っていきます。砂糖ですが、スダキトウの代わりに、きび砂糖やサーモン糖を使っていただいても OK です。トレハロースは代わりにアリスさんのスイーツパウダープロを使っていただいても OK です。それから、一番ハードルが高いかもしれないのが、わかりです。今回お伝えする作り方は、アリの脂肪性が一番高くなる分量で作っていきますので、できれば、安いのでも構いませんので、電子ばかりを用意して、動画の通り作っていただきたいです。ばかりの精度は厳密でなくても、1g 単位のもので OK です。それから、液体を混ぜるための入れ物とスプーンもあるといいです。次に、今回作るミルクシュガーのレシピを紹介します。スダキトウを 7g、トレハロースを 1g、ウーミュー 12g になります。ここで動画を一時停止していただき、スクリーンショットをしていただくか、メモ帳などに各自メモしていただくと良いと思います。それでは、作り方を紹介していきます。はじめに、電子ばかりの電源を入れて、容器を乗せた状態でゼロにセットします。その状態でスダキトウ 7g を測っていきます。はい、ちょうど 7g になりましたね。次に、トレハロース 1g を測っていきます。同じ容器の中に追加していくので、入れすぎに注意します。1g はほんのわずかですので、慎重に、少量ずつ、超えないように測っていきます。はい。スダキトウ 7g に、トレハロース 1g を加えて、ちょうど 8g になりましたね。最後に、牛乳 12g を加えていきます。これも、同じ容器の中に追加していくので、入れすぎに注意します。20g が近づいてきたら、ゆっくり入れるようにします。はい。スダキトウを 7g に、トレハロースを 1g、そして牛乳を 12g 追加して、ちょうど 20g になりましたね。ここまで完璧です。材料を入れたら、スプーンなどでよく混ぜてください。特に、砂糖が溶けにくいですし、牛乳が冷えていると、なおのこと溶けにくいですので、時間をかけて砂糖が完全に溶けきるまで混ぜてください。ザラザラしたものが残っているうちは、砂糖が完全に溶けていませんので、それがなくなるまでよく混ぜてください。ほぼ完全に溶けました。これでもまだわずかに砂糖が溶け残っているので、さらに混ぜますが、色合いとしては、このようにミルクティーのような色になっていれば OK です。もし明らかに色が違う、という時は、作り方が間違っているか、ばかりの設定が間違っている可能性がありますので、一度確認し直してから作り直すといいと思います。これでミルクシュガーの完成になります。一旦、保存容器に入れます。ミルクシュガーは冷凍保存できますので、たくさん作っていただき、冷凍庫で保存すると、
毎回作る手間を省けます。今回は、まだ前回作った分が残っていますが、そこに継ぎ足していきます。はい、これが、目指せ、アリ博士チャンネルがおすすめする、最強蜜餌、ミルクシュガーの、牛乳で作ったバージョンになります。牛乳で作るミルクシュガーですが、一点だけ注意事項があります。それは、黄色シリアゲアリのような小型種に使うと、とても溺死しやすいので、大型種に使う方がおすすめです。では、作ったミルクシュガーを実際にアリに与えてみましょう。ミルクシュガーは、チューブを半分に切って作った餌皿に入れます。これを餌場に設置していきます。今回ミルクシュガーを与えるアリは、クロオアリです。こちらのクロオアリのコロニーは女王がすでに不在となっているのですが、ワーカーが60匹ほどいて、メジャーワーカーが2匹ほどいます。現在は越冬モードではあるものの、ワーカーがちょくちょく餌場に出てきているので、こちらのコロニーに与えていきます。餌場にミルクシュガーを設置してみました。ワーカーたちは食べてくれるでしょうか？今、ワーカーが口をつけましたね。食べているようにも見えますが、どちらかというと、味見をしているという感じでしょうか。すぐに離れていきました。しばらくして、別のワーカーがミルクシュガーに食いつきました。美味しそうにごくごくと飲んでいますね。お腹が少しずつ膨らんでいきます。先ほど口をつけたワーカーですが、味がいまいちですぐに離れたのではなく、巣内の他のワーカーに、美味しい餌があるよと情報を伝えたのですね。アリが餌を認識するまでには、多少のタイムラグがありますので、食べないからといってすぐに除去するのではなく、時間をかけて様子を見ましょう。その後も繰り返し繰り返し、ワーカーがミルクシュガーを飲んでいきました。今回は延べ5匹のワーカーがミルクシュガーを飲みました。越冬モードで餌の消費量が落ちている状態で、5匹のワーカーが食いついたのは、上出来ではないでしょうか。ミルクシュガーを飲んだ後は、巣内で栄養交換になります。今回は女王アリ不在のコロニーで、ワーカー同士のみの栄養交換となりますが、我が家では、女王がいる胸赤オアリや、トゲアリを女王に持つクロオアリでも、この餌を食べてから女王アリと栄養交換をするのを確認しています。今回の動画、いかがだったでしょうか？牛乳は粉ミルクに比べて入手するハードルが低いので、粉ミルクを購入するのに抵抗がある方は、こちらの、牛乳で作るミルクシュガーを試してみられることをおすすめします。先ほども言いましたが、一点、注意事項がありまして、黄色シリアゲアリのような小型種に使うと、とても溺死しやすいので、どちらかというと、大型種に使う方がおすすめです。この動画がいいなと思ったら、いいねやコメントをいただけると嬉しいです。また、チャンネル登録もお願いします。Twitter や Instagram もやっていますので、よかったらそちらも見てください。本日もご視聴ありがとうございました。